見えるメラマガこんにちは一般社団法人 GP の村松大輔ですもう今年もね、12月に入りまして、皆さん、どんな一年だったでしょうか。今回もですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただきました。非常にこういい内容で、えー、未来のこの予しのところですね、自分の未来がすでにそうなっていると、その今を生きるというところの未来の意識をどういうふうにこう今、生きるかと。 いうところのご質問で非常にこれいい内容で皆さんが新年2023年からどうなりたいかというところを皆さん自身が今どういうふうに生きたらいいかというところですね、えー、そのところの説明に入りたいと思います吉君のところで達成した未来から今を生きるというところです ご質問 N さんからのご質問です。いつもためになるお話ありがとうございます。量子力学からの考え方は非常に合点がいきます。早速ですが、村間先生が YouTube で、現在から達成した未来を見て努力するのではなく、達成している未来から現在を見て過ごすというニュアンスをおっしゃっていたと思います。この達成した未来から見た現在を生きるということについて、現在を どう生きたらいいか、をもう少しご教示いただけないでしょうかということでね、この達成した未来のイメージのままで今を過ごせばいいということでしょうかと、まあ、イメージというところなのかというところなんですけども、そのところ、まさにですね、この私たちが飛ばしている意識っていうのが、フォトンっていう素粒子なんですが、この素粒子群っていうのはですね、過去未来関係なくって、周波数でしかないと。どういうことかというと、例えば皆さんが、えー、中学の時にね、 バレンタインのチョコをもらうときとか、渡す瞬間とかの、このドキドキ感を、中学とか高校とか小学校のときのね、このバレンタインのチョコをもらうときとか、渡すときのドキドキ感、今思い出せるでしょうかね。なんかちょっと恥ずかしいなとか、緊張するとか、もらえた、嬉しいとか、そのきんえ気持ち出てくるでしょうか。 で、出てくる、えー、出てくる場合はですね、この30年前とか40年前とか10年前とかのそのドキドキとかワクワクとか緊張みたいな気持ちが今ここにあると思うんですけども、その緊張とかドキドキっていう意識がフォトンなので、フォトンっていうのは時空を超えると場所も違うし、時間も全然違うのに、今皆さんがこの今この場所で この瞬間にドキドキとかワクワクとかね、あの緊張とかを感じていると思います。で、そのところが素粒子君っていうのは軸、過去を超えますと。で、未来に対しても同じです。未来に対しても自分の意識を明日どうしようかなとか、今日の夕方、ね、子供迎えに行く、どうやって行こうかなとかってこう考えたりとかって、意識を飛ばしますというのが、未来が今ここにあるので、本当にこう時間空間を超えますよというところです。で、その説明でですね、例えば、 これ、塾の子どもたちにお話ししている、まあ、受験に関してなんですけども、この、これからね、2月、3月に受験がありますと、とか、1月に共通ですとかありますと、っていう、この前日に、受験これから受けますって言った時に、ああ、緊張したらどうしようっていう、不安の周波数ヘルツでいると、まだ受かってない自分でこれから受験すると。で不安ヘルツのまま、不安の周波数帯で受験がありますよと。ではなくて、もう、 来春ね、もう4月に受験受かってます、受かってて、そこの大学生になってますよと。で、すでにもうそうなってるパラレル。もう受かって、あ嬉しいな、桜のね、あの、花見、花見をしながら、新しく友達になった学生とね、2月の試験どうだったみたいな話をしていると。で、その2月の試験を受けて、あの、4月にもうすでに受かっちゃってる私が、ごめんなさい、受かっちゃってる私が、 2月これから試験を受けに行くっていう状態ですね。でもうでにそうなってる周波数が大事です。イメージプラスこの自分の意識状態、周波数ですね。もうすでにそうなっちゃってるんだなっていう、もう大学生になっちゃってるんだなっていう意識でもうその周波数でも受験するというような形を、これから試験を受けるときに、もう4月にそうなっちゃってるっていう状態が振り返ってみて、 大学生の時にね、この2月の入試どうだったって話している試験がこれからあるとか、今12月なんですけど、年末年始の勉強、冬休みの勉強どうするかっていうのをこれから考えるのではなくって、もうすでに大学になっちゃってる私が、大学生になっちゃってる私が、冬休みそういえば、こういう、こんだけこう勉強やり込んだら集中したなっていう、今冬休みがありますよっていうニュアンスです。なので、お仕事とかで、 すでにもうそうなっちゃってますと。来年のね、あのー、仕事の状態がどういうところに展開してるとか、どういう売り上げになってるとか、もうすでにそうなっちゃってるために、そうなっちゃってる意図をしているのが、今日、こう、意図してますよっていうふうに、すでにそうなっちゃってるっていうイメージと、この意識ですね、周波数が大事です。なので、予宿って何かっていうと、すでにもう達成されてる。周波数帯 に存在していることですヘルツが重要です、周波数帯その意識であれば、過去も今も未来もずっとその状態に存在しています。なので、イメージというよりもこの周波数でもうこうなっちゃってるなってこう感覚ですね。その周波数が大事です。なので、まとめるとですね、すでにもうそうなってる意識の周波数で今存在するということです。この周波数が大事です。そういうふうにして、 N さんとかね、えー、皆さんが、もうこの、今から見て未来無理だろうではなくって、もうそうなっちゃってる世界がありますと。その周波数を今生きると。ここから見てね、えー、大丈夫かな、できるかなではなくて、もうすでにそうなっちゃってる、今、その生き方をしているというようなや,や,やり方で,ですね。えー、そのヘルツにいると、そのヘルツを飛ばし続けると、0、えー、ポイントフィールドで、えー その意識のフォトンをぶつけて、どん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 物質化をしていくというようなイメージでやっていっていただければ、皆さんも素晴らしい新年、2023年を迎えて、えー、皆さんの、ね、人生がますます開いていくと思います。 関連動画ですね。こちらにつけさせていただきます。で、1月9日新年のお年玉企画、無料セミナーのご案内ですね。こちらでおかげさまで早くも1000人超えてました。ありがとうございます。えー、よかったらチャンネル登録はこちらです。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。